本堂満開の尺投げ横峰寺は、愛媛県西条市小松町にある新言、総室派の寺院。三号は石山、陰号は、福知院とゴース。本尊は、大日如来で、四国八十八箇所六十番札所、石槌山の西洋拝所。本尊に言、恩音浴びらうんけんばざらだど、番号 A か、縦横に、 峰や山辺に寺建てて山根く人を、救い不物かなのを教員、当時本尊、奥の陰性が森、石大権現、四国七福神、大国天、標高745メートル付近にあり、伊予国では、最高所で関所寺、八十八箇所の中で、雲扁寺に次いで二番目の高さ。本堂の本尊は、金剛会大日如来座像、向かって、右脇仏は、石仙菩薩。 道佐木仏は、蔵王権限で、いずれも秘仏であるが、脇人に安置される右大臣と、左大臣像が拝観できる。明治の神仏分離以前は、蔵王権限を祀り、その後一時期は、石槌神社の横峰社となった名残で、本堂の前には一体の狛犬がいる。湯葉と板取と白滝の三箇所のいずれかからの険しい、変路道を登るしか行きつけなかったため、 麓に前札所のある三つの札所の一つであったが、1984年当時より、約 1.5km のところまで林道が開通し、あと、約30分緩やかな道を歩くのみとなった。その後、さらに林道は伸びて、今では、約 0.5km 歩くだけになっている。自伝によれば、白地二年縁の行者が、 石槌山を望む星が森で修行をしていたところ、山頂付近に、蔵王権限が現れたのでその姿を、尺投げの木に刻んで衝動を立て安置したのが創建と、言い,い、その後行期が、天平年間に入山した。また、延暦年監獄戦が従事し、漢武天皇の農病兵与を成就したことから、菩薩号を賜り、当時には、金の御手倉を賜ったと伝えられる。 大道年間には空海が入山し星が森で、星供養の手法をした際、蔵王権元を監督し、大日如来を刻んで本尊とし、道を整備したという。上皇二年、清志然が訪れた時には、蔵王権元を祀る本社があり、その前に、石首を祀る、海山堂、本社に対面するように、大日如来を呼び、工房大師を祀る本堂があったと記されている。 いつの頃か、四国霊場巡拝は、当時を打った後、当時より五長羊猿の方角に上がった鉄の鳥居で参拝し、ここより九里先の山中にある石山、座王権現への参拝を済ますようになっていた。その対抗として、江戸時代初期、札所としての便宜を図るためとして里寺農協所を、立花里に設置された。前神寺は、 標高1400メートルで過酷な環境の山中ゆえ、本寺機能は里に移っていった。それでも農協は、石三大膝黄金源別島前神密寺、里寺農協所と下記別当職の独占をしていたが、本寺となった、里前神寺より、奥前神寺に近くなった当時は、その管理権と別島の称号を確保しようとしていた。そして、当時が農協長に、 一死産ザオー別島横峰寺と記帳したのが、発端で、ついには、奥前神寺の辞書をめぐって前神寺と争いになり、明和六年、オ室御所の裁定を受けるが、別当を潜入してきた前神寺に負け、仏、高山一師者の別当とされ、一師者座王権別島横峰寺と記帳するようになる。だが、講義の裁定では、奥前神寺の名称は、 上住者に変更させ、その辞書は、最上藩から小松藩とすることができた。明治初年の神仏分離令によって、当時は、廃寺となり、石槌神社の西大廃所横本社となることとなった。神社とされた境内には、仏教のものは廃除されたので、本尊の大日如来像などは、二王門から少し下がったとこから入ったところに、銅が建てられ、 収められ、横峯寺の名でははばかれるので、横峯寺が、大海ねじと読めることから同じ音であるおみねじと、名付けられた。そして、60番札書は、麓の神学寺に移され、234度の段下は、高円寺へと移された。明治8年に正式に廃寺となる。しかし、明治10年には遠くて祭祀に支障が出ているとのことで、 段下総大より横峰寺の再建願いが出され、明治13年に、ようやく断信との協力により、大峰ね寺の名前で復興し、1885年には、札所が返納される。そして、1909年に、元の横峰寺の名に戻される。解散道後に星友大師山門を入り、山道を進むと右に、長津場があり、左に行くと、栗客殿 農協所が、右の一段を上がると正面に、首老、生徒も大師があって、その右に本堂が立つ。本堂の向かいの山道を進むと正面に、大師堂が、その右に、聖天堂がある。尺投げが、境内一面に咲き誇る5月上旬は、それ目当ての、観光客も来て、ゴールデンウィーク期間は、自動車が渋滞するほどである。国の名称石づさんの洋拝所。 星が、森国の史跡県指定有形文化財星が森、ありがとうございます。